コロナで売り上げを増やした会社って2パターンしかないんですよ。一つはというだけのパターンと、もう一つはというパターンです。2030年に向けてという部署がない会社は、今すぐにその部署を作ってください。はい、こんにちは、フューチャリストの友村です。脳みそアップデートのお時間です。このチャンネルは自分の力でお金を稼ぎたい人や投資家の方向けに、僕の独断と偏見で2030年のビジネスと教育の未来予測をしています。広島弁で何を読むかようわからない人は字幕をご覧ください。はい、今日の目次です。2030年に向けて伸びる会社の見分け方6選。これですね、あの前回の動画で、これ概要欄貼っときますけど、2030年に向けて市場が伸びる業界8選という動画をやりました。これでその伸びる業界の中でさらにどういう会社を選べばええんかのって悩んでると思うんですよ。業界が伸びてもね、当たり前ですけど、その業界で伸びる会社と伸びない会社ってあるんですよね。伸びる会社に共通する6つのポイントということで話そうと思ってます。この動画ね、普通に YouTube であるネタだと思うんですよ、伸びる会社の見分け方とかね。でもですね、まあ、ネットとか、まあ、YouTube とかも含めてそういう情報って上がっちょるんですけど、いい会社の見分け方、市場が伸びちょるかちゃんとチェックしましょうとかね、そりゃそうじゃろうってなるでしょ。会社名スペース口コミでググってみたら、会社の口コミ情報とか退社した人の理由とか出てくるサイトがありますんで、しっかりチェックしましょうとかね、いやそれぐらいやるしみたいな。あとはね、 SDGs をちゃんと意識しとる会社かチェックしましょうとか、会社の経営理念見て社長の思いをちゃんとチェックしましょうとかね。この辺もね、まあなるほどな思っても、まあ抽象的すぎて分かんないじゃないですか。好きなこと書けますし、会社側もね。なんかね、こういう当たり障りのないね、当たり前のありふれた情報しか出てこなかったんで、2030年の未来予測チャンネルという名にふさわしいですね視点で、ちょっと今日は6つ紹介したいんですよ。変化が激しい社会なんでね、当たり前のありきたりのないのってもう古かったりするんですよね。ということで、この6つがあれば2030年も伸び続ける、そんな視点で話そうと思ってます。で、多分この動画を見てくれる人って、これからね、転職しようとか就職しようとか、そういうこと考えてる人が見るんだと思うんですけど、そうじゃなくて僕、経営者の人にも見てほしいんですよ。特に人手不足で悩んじゃったらですね、いい人材に就職してほしいなと思ったら、今から言う6つのポイントに重きを置いてみるといいんじゃないでしょうか、という視点で見てみてください。いつものようにですね、この6つはランキング形式で話しますんで、第6位から話します。つまりじゃけん、前半で話す方は A 会社を見分ける指標にもなるけど、まあそこまで大切じゃないよってこと。後半に行けば行くほど、ここはしっかり事前にチェックしましょうということですね。はい、じゃあ早速いきますよ。2030年も伸び続ける会社の見分け方第6位、コロナで成長した企業かどうかということです。コロナでね、まあ、世界中の企業売り上げ減ったじゃないですか。2割3割減ったどころか、もう旅行業とかね、ああいうところ9割以上減ってるわけですよ。ほとんどの会社が打撃受けたんですよね。そんな中でもコロナが向かい風じゃなくて追い風になって、売り上げ増えて儲かった会社ってあるんですよね。で、その会社って実は2パターンあるんですよ。一つはたまたまコロナ需要がある商品サービスを売っとったっていうパターンで、もう一つがコロナでも守らずに攻めたっていうパターンですね。前者はまあたまたまラッキーなわけですよ。申し訳ないですけどね、前者のパターン、コロナでたまたまラッキーだったっていうのは、例えば空気清浄機を元からね作りよったメーカーとか、マスクを作りよったメーカーとか、あとはね、リモートワークが増えたじゃないですか。じゃけん、なんか家用のなんか疲れないデスクチェアを売りよった会社とかね、こういうのは巣ごもりで需要増えたわけですよね、リモートワークでね。っていう風にコロナのおかげで売っとる商品サービスを別に変えてないのに、ぶち売り上げ増えたっていうパターンですね。これはね、別にすごくね、会社の売り上げ増えて喜ばしいことなんですけど、たまたまラッキーでしたよねっていう感じじゃないですか。別にそんなすごいことじゃないんですよ、申し訳ないですけどね。でもね、後者の方はすごいんですよね。コロナでも攻めて売り上げ伸ばした会社、こういう会社は強いってことです。こういう時ってね、多くの会社が新規ビジネスとかやらんかったり、広告費を抑えたりとかして守りに入るわけですよね。そんな中で新しいビジネスを立ち上げ、それに対して広告費を投入したりとかね、それで結果を出す会社、これすごいですよね。例えばですね、一例を挙げますと、全国にねヨガスタジオってあるじゃないですか。これでもコロナでダメになった時に、うちでは感染症対策してますとか、空気清浄機 A やつ置いてますとか、仕切りをやってますとか、みんなやりよったんですよね。でもいち早くもうこれダメじゃっつってオンラインで攻めた会社とかね、もう今でこそ当たり前になってますけど、オンラインって当初いち早く攻めた会社で一気に全国的に広まって、ヨガスタジオじゃけん地元のお客さんだけが証券だったのに、気がつきゃ日本全国でお客さんゲットできたりとかね。やっぱそういう会社の成功体験強いですよね。柔軟性とスピードがある会社ってことですよね。あとちなみにこういう会社は注意が必要なんですけど、コロナで大打撃を受けたはずなのに倒産しちょらん会社とかね、旅行業とかでもあるんですけど、もうね9割以上売り上げ下がったわけですよ。普通倒産しちゃうんですけど、してないんですよね。うわすごいじゃんって思わないようにしてほしいんです。それってコロナ給付金とか
銀行とかから金を借りまくってて、そのお金で何も新しいチャレンジはしてないんだけど、とりあえずそのお金を使って会社が生きながらえてるだけっていう会社が結構ありますんで、通称ゾンビ企業って言われてるんですけど、借り入れを返済するためにまた別の銀行から借り入れして自転車操業みたいになったりするんですけどね、その自転車操業を繰り返してまだとりあえず死んでないだけっていうね、これゾンビ企業って言うんですけど、こういう会社もありますんで、こんな逆風の業界なのにまだ倒産せんってすごいねではないんですよ。ここ注意が必要です。ほじゃけ逆にね、2023年あたりから本当のゾンビ企業の倒産が始まるって言われてるんですよね。ということで第6位はコロナ禍でも成長した企業ってことです。はい、次第5位、多角経営をしている。これね、まあ単純にそらそうでしょっていう感じで納得してもらえると思うんですけど、僕が言ってる多角経営ってちょっと意味が違うんですよね。要はまた次未知のウイルスが来てパンデミックが起こったり、他にも天変地異とかね、こういう戦争とか起こっても全く傾かないような事業を持ってるかってことです。例えばね、多角経営やってますって言って、どんなことやってるんですかって、飲食店やってます、居酒屋やってます、エステサロンやってます、美容院やってます、これ聞いたらいろいろやってますね、すごいですねって思うけど、コロナになってみんなダメになるんですよね。これやばいじゃないですか。そうじゃなしに、僕いつもね、いい例えでドコモっていう会社を出すんですけど、このドコモって会社ね、携帯を売ってる会社ですけど、ぶち攻めちゃうんですよね。メタバースの事業やったりとか、法人の営業支援をするビジネスやったりとか、自転車のシェアビジネスやったりとか、 D ポイント持ってるんでね、提携先のお店を増やしたりとか、しっかりこうやってリアルのビジネスやったりデジタルのビジネスやったりして、何か不測の事態が起こっても会社が傾かないようにちゃんとやってるんですよね。ほんまね、なんかね、パンデミックばっかり注目されるんですけど、これからね、そればっかりじゃないですかね。サル痘のウイルスが今後どうなるか分かんないんですけど、人類未知のウイルスって15万種ぐらいあるらしくて、ほとんどね未開の地にあるんですけど、ジャングルとかね。でも森林伐採とか珍しい動物の、先進国に持って行ってビジネスしたりとかねやってるから、ウイルス細菌学者に言わせれば、今後いつパンデミックが起こっても不思議じゃないって言ってるんですよね。それ以外にもですね、天変地異とかですよ、この観測史上最高雨量とか観測史上最高気温とかね、毎年あちこちで聞いてるでしょ。観測史上最高っていうこの漢字6文字が本来すごい漢字6文字じゃないですか。でもそれが当たり前のように毎年聞いてるでしょ。慣れちゃってきましたね。これ日本だけじゃないですよ、世界中で観測史上ってねいうことが起こってるわけですよ。地球の温暖化もあって、ということでね、やっぱね、最低1個でもええんで、ウェブだけで完結するビジネスを会社で持っておいた方がいいんですよ。ということで第5位は、今後いかなるパンデミックや天変地異が起こっても影響がないビジネスを立ち上げて多角経営をしてる会社ってことです。はい、次第4位です。社長が若いってこと。これからの時代はね、まあ当たり前ですけど、社長は若い方がいいですよ。だってね、変化が激しい社会なんでしょ。そしたら変化を受け入れやすい若い人の方がいいに決まってるじゃないですか。人間ってね、年取ったらまあ2つのことが起こってくるんですけど、一つはね、自分の意見が正しいと思い込むようになる。もう一つは保守的になって変化が嫌いになる。まあでもしょうがないですよね。一つ目の自分の意見が正しいと思うようになるっていうのは、要は人生経験が豊富じゃないですか。で、成功体験も失敗体験も若者よりたくさん持ってるわけですよ。ほじゃけん、自分の意見が正しいと思うようになるのは当たり前ですよね。で、保守的になって変化が嫌いになるっていうのもそうですけど、まあ精神的にも、それ以上にまあ肉体的にもですよね。新しいことするのが大義になるんですよね。もちろんね、この2つが当てはまらない例外的な高齢の経営者もたくさんいます。僕の周りにもいっぱいいます、知ってます。むしろ若い社長よりも知的好奇心が旺盛で変化が大好きみたいなね、ガンガン攻めまくってる社長さんもいっぱい知ってます。でもね、はっきり言ってね、やっぱそれ例外なんですよ。やっぱりね、平均すると若い社長の方が勢いがある。別にね、これ会社じゃなくても皆さん家庭でもそうでしょ。皆さんのおじいちゃんばあちゃんとかね、そうじゃないですか。保守的じゃないですか。お年玉をあげてもね、はいはい、お年玉ね、いっぺんにバーって使わんのよ言うてね、ちゃんと貯金しんさいよ、銀行に預けときんさいね言うてね、貯金が正しいと教わって育った世代ですよね。あとね、もう一つ、これ例えが適切かどうか分かんないですけど、今起こってる戦争でロシアの国内の戦争に反対か賛成かという世論調査のデータってね、たまに聞いたことあると思うんですけど、これね、ちょっと読みますよ。ロシアのね、独立系メディアのデータなんですけど、このデータって毎月出してるんですけど、あんまり変わってないんですよね。戦争支持率 76%、 つまり4人のうち3人はロシア国内戦争を支持しとるっていうデータなんですけど、これね、内訳を見たら面白いんですよ。年代別でとって、実はですね、24歳以下って 57% なんですよ、支持率戦争。逆に55歳以上になったら支持率 84% なんですよ。わかります？この差。要はね、若い人ってスマホを中心に情報のソースが要件あるんですよね。まずこれが一つ。あとはですね、保守的じゃないって長い目で見ようんですよね。海外でロシアがどうやって報道されてるかを見て、未来あるロシア人として、未来ある若者は自分が、おいおい、ロシア人ぶち世界で嫌われちょるじゃないか、これやべえんじゃねえかっつってね、ちゃんと冷静に思えるわけですよ。
マクドナルドもスタバも撤退してしもうたじゃないか、どうすんや、困るじゃないかって。でもね、年配の人は逆に情報ソースがテレビになっちゃうんですよね。そしたら国営放送でこれはもう戦争でもなくて軍事作戦であるって言ってるわけですよ。クリミア半島併合の時と一緒言って言うんですよね。で、 NATO の加盟国が増えてだんだんロシアに脅威が迫ってきよると、そういう報道をしよるわけですよ。つまり平たく言うと、ロシアの安定と平和のために必要なんですっていう情報を流してるわけですよね。そしたら当たり前ですけど、残りの余生の安定と平和が大事な老人は、そらそうじゃ、プーチン頑張れよってなるわけですよ。ほんまにね、仕事に例えてますと、例えばね、会社でね、公式アカウントとして SNS のアカウントを持ってるじゃないですか。それを若い社員が投稿しよるじゃないですか。それを見て年配の人たちってどう映るかっていうと、なんかスマホいじってなんか写真とか動画とか投稿して遊びよるっていう風に見えちゃうんですよね。おいおい仕事なめんなみたいなね、そういう風に見えちゃうんですよ。これがもうやばいっていう話です。いいですか、ほんまに儲かっとる会社っていうのは SNS の投稿だけをする社員っていうのがいますからね。会社の他の業務なんもせんでひたすら投稿してくれ、投稿して分析してお客さんを SNS で集めてちょうだいみたいなね、もう出社もせんでみたいな、ほんまに SNS 集客できてる会社ってこういう社員がおるんですよ。それは社長の頭が柔軟だから、そういう社員を受け入れる体制ができてるってことなんですよ。これからね、越境 EC もやっていかないけん、メタバースになる、 6G 回線も来る、 Web3 の世界が来るとかね、もうネットのことはわけわからんよって言うとる場合じゃないんですよ。会社のですね、公式ホームページで社長ブログとかやってる企業あったら、そこのブログって絶対読んだ方がいいですよ。そこに就職しようと思ってる人は、その社長がポンコツなんかちゃんと未来を見据えとるんかっていうのはようわかりますんで。要はね、ブログの記事ってほんと数記事読んだら、あ、この人何も考えちょらんなとか、ちゃんと未来のこと見据えちょるなとか、思考が浅いんか深いんかとか、明日とか1週間とか1ヶ月後のことしか考えちょらんなとかね、数記事読んだら人柄って十分出ますんで。ということで第4位は社長が若いっていうことです。変化が激しい社会では過去の成功体験とか保守的な考えがあだになっていきます。はい、次第3位ですね。ウェブマーケティング部があるってことです。会社の部署の話です。これね、強調したいんですけど、マーケティング部じゃないですよ。 IT 事業部でもないですよ。ウェブマーケティング部です。このね、ウェブマーケティング部がないっていうのは、これからのね、変化が激しい社会ではもう致命的ですよ。ない会社はすぐに作ってください、そういう部署。この部署がないと2030年も生き残っているという確率がぐっと減りますんで。よくね、なんか IT に強い社員を集めて、なんか IT 事業部とか情報システム部とかね、作ってるんですけど、それももちろん大事なんですけど、それで満足しちゃダメってことです。ウェブマーケティング部がいるってことです。ウェブを駆使して SNS を駆使して空中戦で上手に集客するってことですね。ゴリゴリ地上戦でマンパワーで営業するんじゃなくて、特に〇〇テックとか言われてる業界にいる会社はすぐに作った方がいいです。エデュケーションのエデュテックとかね、教育業界ですね、金融ファイナンスのフィンテックとかね、製造業マニュファクチャーのマニューテックとかね、この〇〇テックっていう言葉がある業界って2つの特徴があって、1つは市場がでかいってことと、もう1つはこれからテクノロジーがガンガン入ってきますっていうことなんですよ。外資系のテクノロジー企業がガンガン入ってきて、皆さんの市場を荒らしてお客さんをどんどん奪っていきます。そんな中ですね、ウェブを駆使して公式ホームページとか公式 SNS を使って効率よくですね、人の力を使わずに半自動で集客するシステムを会社で持っておかないと致命的になりますよ。そしてそういうシステムを使いこなせるウェブマーケティングを理解してる人間がいないと致命的になりますよ。よくね、あのウェブとか SNS とか、もう人間力で勝負じゃんみたいなアナログなおっさん社長がおるんですけど、あれ大間違いですからね。その人間力で勝負じゃんいうのはね、会った後の契約の話でしょ。もうそもそも会えなくなりますからね、お客さんに、他の会社にお客さんを持っていかれてですね。ほいで、この〇〇テックって呼ばれとる市場はもう一つ傾向があって、いわゆる働かないおじさんたちが結構いて、それが黒字リストラ、これからされていく業界です。詳しくは黒字リストラがこれから起こる会社の特徴という動画を上げてますんで、概要欄からご覧ください。ということで第3位はウェブマーケティング部があるってこと。この部署を会社に持っとるか持っとらんかで社長の先見性が分かりますからね。あ、そうだ、あとね、 DX 事業部、そういう名前でもいいです、別に。はい、どんどんいきますよ。2030年も生き残る会社の特徴第2位、付加価値が出しやすくてあらりがある。これ前回の動画でも言いましたけど、経産省が出してる数字もう一回言いますよ。日本の会社のね、利益率の話です。全部平均値です。製造業 4%、 飲食業 8.6%、 卸売業 1.1%、 小売業 2.1%。 日本の企業はね、どの会社も利益が出ちょらんのんですよ。ギリッギリなんですよ。やけ人件費そんな上げれんのんですよ。そんな中ね、儲かってる会社、これは売上が高いというよりも、要は利益が大きいんですよね。今挙げた数字の通りですね、売上立っても利益が出とらんかったら給料上げれんじゃないですか。でも逆に売上別にそんなに要件なくても利益率の高いビジネスをしとったら、当然人件費を上げる余裕が会社にはあるんですよ。で、1個ね、具体的な例で挙げたいんですけど、キ
ティエンスって会社ですね。この会社ね、会長の滝崎会長が先日ね、ユニクロの柳井さんとかソフトバンクの孫さん抜いて日本調整番付1位になりましたよね。資産3兆円か4兆円かそんなもんだと思いますけど、この会社ね、社員のね平均年収が2000万以上あるんですよ。2200万弱あるんですよ。なんでそがに儲かっちゃうのって思うでしょ。もうこれ簡単なんですよ。会社に利益があるんですよ。このキーエンス会社ね、業務用システムとか売ったりしてるんですけど、まあいろんな事業やってるんですけどね、まあ一つ業務用のシステム売ってるんですけど、お客さんが会社なわけですよね。例えばね、業務効率化ツールを売るんですよ。ソフトウェアですね。普通の会社とどう違うかちょっと簡単に説明しますよ。まず普通の会社の話をします。普通の会社の営業はこうです。うちの会社のこの業務効率化ツールを使ったらお宅の会社の業務を効率化できます。月50万円でいかがですか。こういう営業をするんですよ。そしたら営業された方はどうなるかっていうと、ほんまに50万の効果あるん？って。B 社さんは見積もり取ってみたけど40万でやってくれたよって。1年契約ちょっと怖いわ。まず3ヶ月間半分の25万で試させてや。こういうこと言われちゃうんですよね。じゃあ次、キーエンスはどういう営業するか、これねマジで参考になりますんで注意して聞いてほしいんですけど、キーエンスさん、お宅の業務効率化システムなんぼですかって言われて、いやいや、うちの見積もり出す前にお宅は業務効率化ツールを入れて業務を効率化したいんですよね。ってことは経費を削減したいんですよね。なんぼ削減したいんですか。こういうこと聞くんですよ、見積もり出す前に。おいで、例えば、うちの会社は結構規模でっかいからね、毎月500万経費を削減したいですって言うんですよね。例えばお客さんが OK 言うて、そしたらキーエンスの専門部隊がその会社に入って、専門部隊が徹底的に社内業務を見直すんですよ。ほいで後日こういう営業するんですよね。徹底的に御社の業務を調べさせてもらった結果、毎月500万じゃなくて700万円削減できそうです。おお、マジか、嬉しいってなるでしょ。700万円削減できるんですけど、そのためにはうちであなたの会社用に開発した業務効率化ツール、これを入れないといけません。これは200万です。でも700万から200万引いたら、ほらあなたの会社500万浮くでしょ。つきましては毎月うちに200万ください。こうやって言うんですよ。営業マンの人なら分かってもらえると思うんですけど、この営業の美しさ、ビジネスでいうウィンウィンの関係ですよね。みんなハッピーなんですよ。じゃけん頑張って安売りしてシステムを売る必要がないんですよ。あと他にもね、利益を出すことが大事って言いましたけど、今のキーエンスみたいに付加価値を出して利益率を上げるという方法もあれば、もともと利益率の低いビジネスをするっていうやり方もあるんですよね。例えばね、本で言うと電子書籍とかね。本っていうともう印刷代があったり、その紙代があったり、あとは本屋さんに送るね、物流コストがかかったりするんですよね。でも電子書籍って1回スキャニングしたらコストゼロなんですよね。印刷代もゼロ、輸送料もゼロ、ダウンロードするだけですからね。お客さんが DMM とかね、 Amazon の Kindle とかね、用意しとくのはサーバー代だけなんですよ、会社側は。すごくないですか。1回スキャンしたら1億人に売っても輸送コストゼロですよ。印刷代ゼロですよ。紙代ゼロですよ。はい、ということで2位は付加価値が出しやすい、粗利があるってことです。自分が就職しようと思ってる会社が売上ばっかりに注目するんじゃなくて、ほんまに会社として利益が出ちょんかっていうところ、もしくは利益率の高いビジネスをしとんかっていうところをチェックしましょう。はい、お待たせしました。いよいよ第1位の発表です。2030年も生き残る会社の特徴第1位、ゲームチェンジャーを意識しているってことです。これはね、僕にとって1位にふさわしい最高峰の判断基準です。経営陣の方たちがこれができているんであれば、もうその会社は結構将来安泰ですね。未来予測力もある、俯瞰力もあるってことです。このね、ゲームチェンジャーに関しては、これから伸びる会社の上限というところでネットフリックスの例を出してですね、一本の動画で詳しく説明してますんで、これ概要欄に貼っておきますんで、よかったら見てほしいんですけど、じゃあけ、まあここでは簡単に話しますね。ゲームチェンジャーいうのは、簡単に言ったらその業界の常識とかしきたりをぶっ壊してテクノロジーの力を駆使してお客様をごっそり持っていく会社のことです。ゲームのルールを変える人ですね。本屋さんという業界があって、そこをアマゾンがぶっ壊したみたいに、スタヤとかね、ゲオとかのレンタル DVD っていうのがあって、そこをネットフリがぶっ壊したみたいに、彼らはゲームチェンジャーなわけですね。ゲームのルールを変えちゃったわけですよ。競合他社の分析って大事じゃないですか。でもそれだけじゃなくて、もう一歩俯瞰して自分の業界をぶっ壊すのはどういう企業か、どういうテクノロジーを駆使してやってくるのか、こういうところまで未来を予測して分析しとる会社ってことです。この会社は強いです。本屋さんってね、まあ十数年で約4万店から約2万店まで減ったわけですよ。アマゾンだけじゃないですね。メルカリとかもね、ゲームチェンジャーですよね。本屋さんに行って売っとる本をメルカリでカメラで撮ったら、その本が今中古でなんぼで売られてるかビャーっと出て、さらにそれを買った後に自分がメルカリで売ったらなんぼになりますよとか全部出るんですよ。つまり本屋さんで1500円で売っとる本がメルカリだったら1000円で売っとる。で1000円で売っとるし、読み終わった後売ったら800円になりますよとか全部出とるんですよ。こうじゃったら出費200円じゃんってなりますよね。ということで第1位はゲームチェンジャーを意識している会社はすごいっていうことです。あ、ちなみにですね、
転職でとか就職でね、これから面接とか受けると思うんですけど、ゲームチェンジャーって言葉ね、受けますよ、これマジで。例えばね、面接で、ね、話の中で、御社にとってのゲームチェンジャーってこういう会社が考えられますよね、やっぱこういうのは脅威なんで備えておく必要があるかなと思ってます、そういう話すると、わマジかこいつ、会社のことを俯瞰して未来のことを考えてくれとるじゃんって一目置かれますから。就職のね、面接なんて面接官に自分が仕事できる感をアピールして気に入れられるっていう心理ゲームなんだよね、ただの。はい、ということです。次回の動画はですね、 A 会社の見分け方は分かったんだけど、そんなことをね、動画で偉そうに言ってる僕が、もしも就職するんだったらどんな会社を選ぶかっていうので、一つねネタがありますんで撮りたいなと思ったんですよ。つまり将来独立企業を目指しているんだったら、絶対にこういう会社に就職しちゃダメ、こういう会社に就職した方がええっていうのがあるんですよね。いきなり起業するの怖いけん、まあ最初は社会経験とか修行のために就職するって考えるね、これはまあ正しいと思うんですよ。でもその時にこういう会社に就職したら、おそらくあなたは一生独立できませんよっていう会社があるんですね。でも逆にこういう会社に勤めたら独立する時にかなり有利になりますよっていうのがあって、これって事前に知っとかにはもったいないじゃないですか。あとは職種ですね、業界も分かったと、会社も分かったと、ほいでどんな職種に就くかね、営業するのか何をするのかって、これあるじゃないですか。伸びそうな業界の中の伸びそうな会社が見つかって、そこで仕事なんでもいいです、就職させてくださいって、そういうわけにいかんでしょ。そんな中でもテクノロジーによって奪われていく仕事と伸びていく仕事っていうのがあるんですよね。その職種についてのまたランキングで話したいなと思ってます。業種×職種のこの掛け算で皆さんの仕事が決まるわけですからね。 100×0 は0になっちゃうんですよ。はい、ということで今後もフューチャリストとして未来を予測しながら、フリーランスやサラリーマンの方が自分の力でお金を稼ぐための情報をアップしていきたいなと思ってます。最新の動画の情報を受け取りたい方は、概要欄にある無料メルマガや公式 LINE に登録してみてください。2030年の未来予測チャンネルで僕と一緒に脳みそアップデートしていきましょう。ということで今日は以上です。じゃあね、バイバイ。